なんと遠出の準備をしとるときに。ここは硫黄泉。鬼します。どこに隠れた。調整の睨んだ通りだ。お前さんなら次の戦に夢中だと思ったぞ。こりゃいい。句を読み耕し学べど剣ほどにゃあ燃えん。東と西と煩わしかそう思わねえ。おいの天下など無骨門が増えるだけよ。開けるか。しまっすま、俺たちは後悔していませんよ。温故知新、学ばれるべき古きとなれっかの。老いの剣速は居合すら及ばんねえ。老いの目を見、これがおまはんの姿ね。時の流れは見やる語り部となる気はなか。こりゃかなわん。うん、モンタル硫黄泉へと逃げ込んだか。こいが島津の真骨頂じゃ。探ってみせい。できれば平穏に行きたいもんだがね。終わりの一兵までお相手します。おお、ごまはんえらく鼻がきっとね。弱者は逃げ、去るのは止めんぞ。何よりも奴についてる強運の神が超える。おやばー。気配を隠すは島津の技よ。先回りせよ。陣を占拠するのだ。
数えるか。なんせ手が塞がってて。どうしよう大将、とんでもない事態に。取り返さねえと。勘兵衛さんは文武両道、顔もまあ渋いしな。一皆の者、ここは一つ拙者に任せ。勝手んです。島津殿も出たがるわけじゃ。それがしと出会った
それが貴殿の失策だ。鬼始末の名を求め、今日も物々が集い夜。私にやったら捕まえる準備はできてるさ。おげにたのしかも久しぶりじゃ。はよう来い、オマハンと戦いたか。この枷だ、手加減頼むよ。ほうほう、おい誰か、一休さんを呼んでこい。頭も腕も見かけ以上、とくら安兵衛さんを顎で使えるとは思うなよ。寝かせとった勘兵衛さんも見てみたいね。扉くらいで足は止めんちゅうことね。